はい、どうもこんにちは、ひろみです。本日はですね、こちら、はい、まあね、こちらにあるのはね、皆さん何だと思いますか、わかりますか。これはですね、ネバールくんというね、はい、まあね、納豆にね関係するね、キャラクターです。まあね、納豆のねキャラクターです。でね、このね、ネバールくんはね、はい、まあね、納豆がね、はい、まあね、大好きかはちょっとわかんないんですけど、まあそういうとこらへんのキャラクターです。でね、ネバールくんのガチャガチャを今回は横浜のヨドバシカメラでねやってきました。では開けてみたいと思います。今回は、まあね、ネバールくんのね、はい、まあね、ガチャガチャというわけでね、全5種類ですね。ラインナップはネバールくん座りですね。ネバールくん、これね、もう2番のやつはね、スマホスタンドにね、にもなるらしいです。3番はネバールくん。ぶら下がりですね、これ。ネバールくん、これね、コップのね、もうね、水とか入れるね、中の方にね、やるとね、結構ね、かわいいです。で、これなんかね、ちょっとね、すごいです。これはね、ちょっと結構長いですよ。結構ね、大きめのね、コップにね、刺してね、やるとね、まあね、すごくなるという感じですね。まあ、というわけでね、まあね、まあ、先ほど紹介したやつは、これは4番と3番です。で、今回は何番のやつが出たでしょうか。では、早速見ていきましょう。これはですね、ネバールくん、お座りですね。もう座ってるという感じですかね。なんか今回のね、カプセルはね、何が入ってるかわからないっていうわけですね。このカプセルの色がね、いろいろなね、色の種類のカプセルがあるので、はい、まあね、同じ色じゃなければね、ダブってないというわけですね。こんな感じ。まあね、こんな感じで、お座りネバールくんはね、普通のね、ネバールくんですね。普通の感じですね。まあ、意外とお座りのね、ネバールくんは可愛いですね。なんかあの、普通のね、ネバールくんとね、共通してます。まあ、というわけですね。まあ、こんな感じで。お座りといってもね、いろいろなところにね、簡単に置くだけでね、座ってくれます。こんな感じでね、まあ、ね、いろいろなところにね、例えばね、棚とか、あとはね、まあね、テーブルとかにね、飾ったりとか、いろいろなところにね、飾ったりとか、座らせたりして遊べることができます。ちなみにこれはね、マスコットなような感じのやつです。はい。という感じですね。やっぱね、足はね、黒いです。まあね、上のね、この茶色色のね、部分とね、目とか口がね、またね、細かいですよね、作り。この2つもね、結構作りは細かいんですけど、これだけね、まあちょっと怖いんですよ、怖い。まあね、赤ちゃんだとね、まあね、怖がる可能性もね、まあ、わかんないんですけど、まあ、怖がる可能性もありそうですね。まあ、まあね、という感じで。まあね、という感じで、ネバールくんのガチャガチャを開封してみました。まあね、これだけではね、はい、まあね、この、
うまく立たないというわけですね。ちょっとね、こう横にしてね、かわいそうですけど、しょうがないので横にしてやりたいと思います。今回の動画はこれで以上です。今回の動画、面白かったでしょうか？もし面白かったよってお客様がいらっしゃいました。右のチャンネル登録からよろしくお願いいたします。またね、このね、カプセルの色をね、ぜひぜひ皆さんもやってみて、色のね、違いをね、注目してみてください。じゃあ、またね。バイバーイ。